日守る新一1月10日から1959年9月12日は、戦前、戦中、戦後と、主に小竹映画で活躍した日本の俳優。本名、森山和夫、東京を生まれ、神田の金華人上昇学校を卒業後は、病弱のために自宅で療養する。後に文学を志し、武者の工事さねやつの闘水を受けたと言われる。 1924年、小竹蒲田撮影所に入社、大部屋俳優を経て、1929年のオズ、安二郎の大学は出たけれどで、初めて重要な役をもらってからは、オズに認められて、主役内しは準主役として活躍。また、五所平之助の日本初の陶器映画、マダムと女房にも出演している。1931年には、循環部に、昇進。 1936年、オズの一人息子に母親に東京での貧しい生活を隠す若者役で主演。戦中、戦後も、松竹映画には欠かせない名バイプレイヤーとして多くの映画に出演し、特に生活に疲れて、どこか覇気がないサラリーマンを演じさせたら右に出る者はいなかった。1952年に黒沢明の生きるで、志村隆の部下である、 市役所の市民家職員役で出演、湧きながらも重要な役柄だった。その後も多くの喜劇やメロドラマに出演し活躍した。1959年9月12日午前7時、心臓麻痺のため、神奈川県鎌倉市の自宅で急逝。松竹は河村はじ基地に次いで、戦後二度目の車窓を営んだ。また友人でもあった、監督の吉村光三郎は、 実っの中で、知的で、とぼけた味があり、馬術が巧みな俳優だったが、喘息が持病で結局は、この病気で亡くなった。惜しまれた名優の一人であると綴っている。ありがとうございます。